の伝統芸能津軽民謡南部民謡を伝承し日々稽古に励む民謡キッズをご紹介します。青森民謡キッズ。一人目は南部民謡を稽古中の平田圭次郎さん。歌は南部うまかた三下がりです。朝の高音から低音まで綺麗に歌えていて力強さもあるし、お兄ちゃんの伴奏で歌うなんて素敵だな。本当に兄弟で素敵。こう平田さん現在9歳なんですが、民謡を始めたのはなんと1歳から。昨年は南部民謡の大会で優勝するなど実力を発揮しているんです。張りのある声ですもんね。どうして南部民謡を習おうと思ったんですか？お兄ちゃんがやっていてかっこよかったからです。民謡を習って楽しいところは何ですか？新しい歌を覚えたときにレベルアップしたという感じで楽しいです。レベルアップ、そうだよね。圭次郎さん、民謡以外に頑張っていることはありますか？三味線です。そうなんです、実は民謡だけでなく三味線も勉強中なんです。今弾いているのは八戸小唄。お兄ちゃんと演奏してくれましたよ。まだね、9歳でちっちゃいから差を抑えるの大変そうだけど、そうですね、なかなかじゃないの。これからも頑張ってほしいわね。お兄ちゃんと一緒に頑張ってください。続いては工藤日和さんで津軽ジョンカラ節新旧節です。でもなんか出来上がってる感じじゃない？7歳とは思えないわ。工藤さんは3年前から岩手民謡を習い、さらに1年前から津軽民謡を習い始めたそうです。1年ですか？そう、まだ1年です。ここまで歌えるのすごいですよね。民謡を習って良かったところはどんなところですか？お客さんがニコニコ応援してくれたり、拍手してくれたことです。民謡を歌って楽しいところは、たくさんの民謡を覚えられて楽しいです。ひよりさんの将来の夢は何ですか？警察官です。警察官。悪い泥棒を捕まえてすごいからです。